はい、みなさん、こんにちは、どうもどうも。今日はですね、4月15日、東京ディズニーランド38周年の当日です。こちらはですね、ディズニーカンパニーで東京ディズニーランド38周年のグッズが発売されてますので、今日はそちら紹介したいと思います。はい、38周年来ました。めちゃめちゃ豪華ですよね、この2人。大量に展示されてます。今回スタンバイパス発行してるので、店内大変ゆったりしてますね。はい、なので、ゆっくりと紹介したいと思います。はい、まずヌイはですね、ヌイルマッチです。ミッキー、ミニー、どっちも発売です。このね、脇に抱えてるドラゴンが可愛いんですよね、今回。でこのね、王様風っていうところがいいですよね。これね、往年のあのシンデレラブレーションとかですね、なんかああいうのをちょっとね、ほぐしますよね。めちゃめちゃかっこいいです。これミッキーですね。はい、これ背面ですね。今回マントしてるので安全ピンが頭にあるのも特徴ですね。はい、でこちらがミニーですね。これね、このボールチェーン、この鎖のボールチェーンもこれゴールドなんですよね。今回こんなとこまでね、色をちゃんと統一してますね。確かにここシルバーだったらちょっと色違いな感じしちゃいますからね。細かい、今回縫いは2500円なんですね。今更だけどちょっとびっくりしたな。ミキミニペアで買ったら5000円ですからね。なかなかインパクトあるな。おそらく今までのヌイバで一番高いと思うな。まあでも高いだけはある、凝ってるんで、まあ、わからんでもないですね。まああとアニバーサリーですからね。はい、ヌイバそれぞれ2500円です。はい、ウォッシュタオルですね。こちらウォッシュタオルおなじみ 36×34cm、 ちゃんとこのお顔が正面くるようにちゃんとね、パッケージングされてるのがいいですよね。はい、こちら780円ですね。おなじみです、印刷切れ。はい、こちら巾着ですね。巾着850円です。これ絵柄きれいに出てますね。はい、こちら背面です。やっぱこれいいね、モノグラム調っていうんですかね。はい、これいいですね。あのキングダムハーツにもなんか通ずるものありますよね。はい、こちら裏面です。はい、こちら850円ですね、巾着です。はい、こちらクッションですね。クッション2800円です。でね、ちょっと印刷がなんかザラザラ系なんですよね。わかりますか、目が荒いんですよね。もしこれで寝ちゃったらですね、なんかこうほっぺたに跡がつきそうな感じの、わかる、ちょっとだけねザラザラしてるんですよね。なんで柔らかい感じではありませんのでご注意ください。大きさはね、思ってるちょっとちっちゃいですね。はい、こちら裏面ですね。裏面はモノグラム調になってますね。この端っこにね、このひらひらがあるのがやっぱりこのなんかね、あのオーク調というか王様調の感じを表現してますよね。これなんてなったかな、このひらひら、すみません、ちょっと名前失念しました、ごめんなさい。はい、クッション2800円です。はい、こちらステーショナリーセットですね。文房具セットいろいろ入ってます。じゃあ中に何入ってるかちょっと詳しく紹介しますね。はい、セットいっぱい入ってますね。まずケース1つと、あと便箋8枚、4絵柄2枚ですね。4絵柄はこれですね、これ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 、はい、この4絵柄が2枚入ってます。でステッカーが1枚、あと封筒4枚入ってますね。シール36枚、9絵柄4枚ですね。9絵柄はこれですね、はい、この9絵柄入ってます。はい、これだけが全部セットになってます。こちら1600円になりますね。はい、こちらポストカードですね。ポストカード250円です。うん、なんかちょっと値上がりした、まあでも豪華だからね。はい、ポストカード250円です。はい、こちらボールペンですね。ボールペン、これチャームがいいですね、王冠になってるのかな。ボールペンインクはね、黒のみですね、黒のみで1300円です。こちらトミカですね、リマウジンかな、リマウジンがトミカになってますね。38周年のデコレーションになってます。トミカ1300円ね。はい、ピンバッジですね。ピンバッジ1100円、100円値上げした、もしかして。あー、まあしゃあないな。でもこれ綺麗だね。あのなんかツルツルの印刷のやつとゴツゴツタイプってピンパッチあるんですけど、やっぱこれね、あのゴツゴツ系でいいですね。めっちゃ豪華です。はい、こちら1100円ですね。台紙もいいね。はい、こちらマグネットですね。マグネット900円になります。マグネットミッキーだけなんだね。で38って入ってます。はい、マグネット900円ね。
はい、こちら缶バッジですね。缶バッジ350円です。缶バッジはミッキーミニーいるんだね。こちら A4 のクリアホルダーですね。これね、チケットケース付きですね。こちらに書いてあります。チケットケースはガイドマップやパスポートなどが入るよって書いてあります。ただ最近のパーク今ねペーパーレスだから、ガイドマップもパスポートもないけどね。はい一応チケットケースついてきます。はい、チケットケースはこの総柄のこのモノグラム調のやつ、これがチケットケースになってますね。はい、こちら700円です。はい、マグカップ1600円です。マグでっかい、めちゃめちゃ大きいですね。あとこの取っ手のとこが竜になってんだね。はい、わかりますか、これほらめっちゃ大きいんですよ。あと重たいですね。実際これ使えんのかな。もうなんかね、花瓶にもできそうなぐらいめちゃくちゃ大きくて重たいですね。はい、こちら1600円です。こちらステンレスタンブラーですね。ステタン2400円です。絵柄はねこの38周年メインアートとロゴ、これがねインク一色で赤で描かれてますね。印刷はこれ一箇所だけで、はい、背面とかは全然印刷ないですね。これだけです。はい、ステンレスタンブラー2400円です。これスマホケースですね、3200円。これすごいな、めっちゃ豪華に感じる、見える。ショルダーなので普通になんかちょっとした買い物とかですね、インパークの時に普通にねスマホ以外に財布入れたりね、あとマスク入れたりティッシュ入れたりですね、はい、なんか軽くお出かけバッグも使えそうですね。3200円、これなかなか機能的なんですよね。まずこの肩掛けの紐がね、まず長さを調整できるでしょ。中見てみようか。中開けるですね、はい、ボタン式になって中この総柄になってんですよね。中分かれてないですね。ポケットは1種類のみですね。はい、中総柄になってます。あと背面も特徴があります。こちら背面ですね、交通系 IC カードが入れるようになってますね。でなくてもちゃんと柄になってるのでいいですね。ちゃんと指でスッと出せるようにね、ここに小窓のとこ穴が開いてるとこもいいですね。あとねこういうのポケットがついてるんで、はい、分かりますか。なんで薄っぺらいものとか紙とかサッと入れるんで、これなかなか機能的でこれいいですね。はい、iPad mini はこのぐらいなのでちょっと大きさ参考にしてください。 iPad mini は入んないですね。こちらのスマホケースなんですけど、ホームページではショルダーバッグって書いてありますね。同じです。商品名実際の陳列にはねスマホケースって書いてあるけども、ホームページではショルダーバッグになってますね。同じですので一応伝えておきます。はい、3200円です。はい、こちら腕時計ですね。腕時計8900円。はい、文字盤のところにですねこのメインアートが描かれてます。8900円ね。はい、公式ページに載ってない38周年グッズ、こちらのペンギンアーケードがあります。そうです、もうお分かりですね。はい、こちらですね、38周年のスーベアメタルが発売されてるんですけども、めっちゃ並んでます。1、2、3、4、5、20人ぐらいかな。はい、なので1人1分と仮定してもまあ2、30分は並ぶ感じですね。はい、なのでちょっとねできない感じ。それでねちょっとやろうと思ったんだけど、なんとですねこちら100円のこちらコインがいるんですよね。で僕はねランドの中すべてねディズニーパークキャッシュレースだと思って、クイックペイとかクレジットカードしかなくて現金持ってないんですよ。100円玉すら持ってないのでこちらペニーアーケードもですね、およびこのスービアメタルは唯一現金がいるので、はい、ちょっと今日はできないですね。そういうのもあって、ちょっと今日はスルーです。すいません。はい、キングダムトレジャーちょっと中見てきました。いや、やっぱね、内装が良くって、今回のグッズはですね、本当にね、このキングダムトレジャーをね、モチーフにしてるだけあって、やっぱりね、このグッズのデザインがねやっぱこのショップのね内装とマッチしててめちゃめちゃ気分上がりますね。なのでやっぱ38周年グッズはねがぜんやっぱここで買った方がやっぱ精神的にもね盛り上がりますただですねめちゃめちゃ店内混んでました。でこちら今回のグッズはですねワールドバザールのディズニーカンパニーでも発売してますので、今回の、ね、商品グッズもですね実はねディズニーカンパニーの方で紹介しました。なのでちょっとね気分的にはねこちらはねキングダムトレジャーの方が気分上がるんですけども、実際にはね商品選んだりとかですねどれにしようかなとかですね写真撮ったりとかねウィンドウショッピングとかするのはねあんまりお勧めできませんね。僕もですねちょっと飾り付けデコレーションとか陳列の状況を見るのがもう精一杯って感じで、はい、なので、ね、こちらちょっとやっぱり人多いのでなんかねお顔とかゆっくり選んだりするには、ね、ちょっとお勧めできませんね。なのでディズニーカンパニーの方をお勧めします。はい、東京ディズニーランド38周年グッズの紹介でした。じゃあねー。